ガブリエル・ゲレーロ・マルティネスは、ドミニカ共和国、ペラビア州ニサオ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。2011年2月10日に、インターナショナルフリーエージェントで、シアトル・マリナーズと契約を結んだ。同シーズンに、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・マリナーズで、プロデビューを果たす。2012年も、DSL でプレイし、ルーキー級。 アリゾナリーグマリナーズでもプレーした。68試合に出場し打率、349出塁率、393超打率、593で15本塁打を記録した。2013年は A 級クリントンランバーキングスでプレーし、打率271でオプスは、661で4本塁打を記録した。二千十四年シーズンは A。 ハイデザートマーベリックスでプレーした。7月には、オールスターフューチャーズゲームにも出場した。シーズンでは131試合に出場し打率。307で18本塁打を記録した。2015年6月3日に、マークトランボ、ビダル・ヌーニョとのトレードで、ウェリントン・カスティーヨとドミニク・レオンとジャック・ライン・ハイマーと、共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスに移籍した。シーズン終了後には、 40人ロースターに入った。2016年11月に DF となった。2016年11月28日にウェーバー工事を経てシンシナティレッツに移籍した。12月2日にノンテンダー FA となり、4日にマイナー契約を結んだ。2018年9月3日に初めてメジャー昇格を果たし、翌日にメジャーデビューした。10月3日にマイナーに戻り、 40人枠から外れた。11月3日に FA となった。2018年11月14日にマイアミマーリンズと契約を結んだ。2019年シーズンはニューオーリンズベイビーケークスで過ごした。シーズン終了後 FA となった。2020年1月にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。11月2日に FA となった。 2021年4月5日に独立リーグアメリカンアソシエーションのカンザスシティモラークスと契約を結んだ。おじであるブラディミール・ゲレーロとウィルトン・ゲレーロがメジャーで活躍した。いとこには現在トロントブルージェイズに所属する三類種のブラディミール・ゲレーロジュニアがいる。ありがとうございます。